とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ネザーアップデートで新しく追加された装備、入手したので使っていきましょう。この装備。はい。黄金のピグリンアーマー。ピグリンアーマーのユニーク装備になるんだけども、スキルはこんな感じです。ポーション使用時にアーティファクトのクールダウンをリセットします。これはなかなかね、珍しいスキルだね。今までなかったスキルがついてます。そして、アーティファクトのダメージが 50% アップ。そして、ユニークスキルとして、ポーション使用時に消耗品を入手できる。なんだけど、ポーションを使った時に何かが起こるっていう装備だね。これまず、ポーションの再使用時間、1分です。60秒。60秒に1回、アーティファクトのクールダウンをリセットしたところで、あんまり意味ないよね。これだったらば、もうすでにアーティファクトのクールダウンがついてる装備、ローブ系かな、あれを装備した方が、全然マシな気がする。まあこのね、ポーション使用時っていうところであれば、ここら辺だね、勇者のアーマーとか英雄のアーマー、ここについてくれないとちょっと意味がないかな。なのでこのピグリンアーマー、これはね、見た目装備でいいと思う。見た目はね、まあ良くもなく悪くもなくかな。まあちょっとピカピカしてるから、好きな人は好きではないでしょうか。まあとりあえず今日ね、どんな感じか使ってみましょう。エンチャントは何しようか、あんまりいいのついてないんだよな。まあ雪玉でしょ。で、最後の叫び。で、ここが微妙なんだよな。ソウルフォーカス、火炎フォーカス、トゲ。火炎系の装備使わないし、まあまあ、一応つけとくか。はい。まあ、とりあえずのエンチャントなんだけども、行ってみましょう。それでは行きましょう。ピグリンアーマーのパワーが127なので、ちょっとね、弱いところに来てます。水晶のパワーが129かな？そこのところに来てるので、まあまあ、そんな死ぬことはないと思うけど、行ってみようか。まあまあまあ、攻撃力が俺あるから、死ぬことはないな。あ、ワンパンだ。ワンパンだ。軽くワンパン。で、そうね。やっぱり、クールダウンが、そもそもついてないから、ダメ。全然ダメだわ。使って、クールダウンが、まだちょっと時間がかかるよっていう時に、ポーション使えば確かにね、元に戻るのよ。クールダウンが。リセットされて、そうはなるんだけども、降ってきた、よし。これが1分に1回っていうことだから微妙すぎるよね。ほら、今キノコ装備してるけど、キノコが全然回復しないもん。これじゃあちょっと近接系の装備がちょっと微妙だな。微妙すぎるね。やっぱり、クールダウンはね、どうしても必要なんだよね。クールダウン装備はね、絶対必要になってくるから、高速に行こうと思うと。それ考えると、この装備微妙だね。そうか、ポーションの時に、何かアイテムが、もらえる、って書いてあったね。あのスキルって大体確か、パーセンテージで、発動すると思うけど、どうなんだろう、 100% なのかな。使ってみよう。あ、やっぱ 100% じゃない。 100% じゃないね。あれ、でもまあそうね。そうね、アイテムが入手できたとしてもそう大したことないからね。ちょっとやっぱりいまいち、いまいちすぎる装備だ。
まあ、とりあえずボスまで来たね。ワンパンで倒しましょう。ワンパンじゃいけないか。うん、攻撃力アップもついてないから、ワンパンじゃいけないけど、まあ、サクッと倒した。そうね。これ、ほんとこの装備って、中途半端でもないな。よくない。中途半端すら言ってないやつだな。攻撃にも全く特化してないし、アーティファクトに特化してるかと思いきや、全く特化してない。うん、本当に見た目だけの装備です。まあ、金装備だったら、どうだろう。いやいや、良くない、良くない、良くない。金のスキルで、まあ、もしくは、エンチャントのクールタイムがついて、エンチャントのところでクールダウン3ついたとしても、もともとが良くないからな。やっぱりポーションの再使用時間、これをね、10秒ぐらいに短縮できればいいけど、まずもって無理だから、絶対無理なんだよな。なので、この装備は、ほんとおすすめしません。一応まあ、コレクションとして持っておく分にはいいかもしれないけど、実際使うとなると、やめた方がいいです。全然良くない。はい。ということで、今日はね、黄金のピグリンアーマー使ってみました。こんな感じです。ではね、また動画出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。